コモリザメギングリーモストマシロトムは、天竺ザメモクに属するサメの一種。コモリザメ属ギングリーモストマは一重型である。属名はギリシャ語のガンマガンマガンマラムダウプシロンミュウ、シグマタウミューアルファに由来する。種商名シロトムもギリシャ語由来で、ミーニングカールオアスイム、姉妹群はオ天テンクザメだと考えられ、タンビコモリザメジンベイザメトラフザメと禁煙である。 熱帯から亜熱帯の大陸方の海底に生息し、1メートルより浅い水域から水深130メートルまで見られる。主な生息環境は、サンゴ礁、マングローブの周辺、砂底など、西部大西洋のロードアイランド州から、ブラジル南部、東部大西洋のカメルーンから、ガボン、東部太平洋のバハカリフォルニア南部からペルーに分布する。全長3メートル程度で、 最大で430センチメートルの報告がある。頭部は丸く、口は目よりかなり前方に位置する。鼻孔には1体の髭がある。噴水孔は小さい。背びれは大きく、丸みを帯び。第一背びれは、第二背びれ、尻びれより大きい。尾ひれは長く、全長の1、4に達する。体色は、高褐色から肺褐色。夜行性で、 日中は小さな群れを作って不活発な状態にある。休息場所は岩棚の下や岩の隙間で毎日特定の場所に戻ってくる。夜間は単独で泳ぎ回り、海底の堆積物中から餌を探す。休息時には胸びれで体を持ち上げた姿勢をとることがあり、これは岩陰と間違えて寄ってくる小動物を捕食することを狙ったものではないかと考えられている。 餌は主に甲殻類、トウソク類、ウニ、魚など、吸い込むようにして捕食する。キューバの青年の島での調査では、小型のイセエビを主要な餌とすることが報告されている。フロリダでの胃内容物の、幼体は、水深1から3メートルの浅瀬で、岩の下などに隠れていることが多いが、少し成長すると、マングローブや浅い岩礁域を泳ぎ回るようになる。 生体になると深場に移動し、夜間は朝場に上がってきて節置する。また、6月頃には繁殖のために、生体も水深1メートルほどの浅瀬で見られるようになる。幼体がイタチザメ、レモンザメなどに捕食されることはあるが、生体には人間を除いて天敵は、ほとんどいないと考えられる。交尾は6月半ばから7月初めに行われる。 卵体制で、胎児は12から14週の間は、卵症に包まれている。5から6ヶ月の妊娠期間の後に出産する。産子数は21から50で、出生時の大きさは3 0トルほど。次の出産までには2年間かかる。メスは223から2 3 1トル、オスは2 1 4トル程度で、生成熟する。寿命は、 最大25人ほど。商業的に広く漁獲される種ではないが、動きが遅いためによく地域漁業の標的とされる。皮膚は非常に丈夫で、革製品としての価値がある。肉は生、塩漬けなどで販売され、肝湯も利用される。釣りの対象とはならない。不用意に接触すると攻撃を受ける、可能性がある。容体はアクアリウムでの飼育目的に、 取引されることがあるが、数メートルに成長するため家庭で飼育するには大きすぎる。東部太平洋、東部大西洋での生息状況が不明であるため、IUCN は種全体としての保全状況は情報不足としている。米国とバハマの個体群は軽度懸念とされているが、南米の個体群は気球種とされており、中米、カリブ海の個体群も同様の状況にあるとみられる。 これらを総合して、西部大西洋の個体群は、純絶滅危惧とされている。特に、リオデジャネイロ周辺では絶滅している、可能性がある。ありがとうございます。